よく晴れた天気になりました。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの11回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、長いシーズンを戦っていく上で一戦一戦集中して戦い続けるというのは非常に難しいと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、シーズン中にはね、必ず波がありますからね、なるべく波のないようなシーズンにするのは非常に難しいですね。そうですよね。まずはベイスターズの先発東が横浜スタジアムのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。真ん中打ちました。さあどうだ、センターライナー掴んでまずワンアウトです。バッターは注目のルーキー新庄。昨日のゲームはホームラン2本を含む4安打を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあここも期待がかかります。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは東、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを超え打ちました。いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、これで8試合連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。さあシーズンホームラン記録を更新することはできるでしょうか。やはりね、ここまで来たらタイ記録で終わりたくないっていうのはありますから、打ちたい気持ちは大きいと思いますね。そうですよね。さあぜひ大記録を打ち立ててほしいところ。これが2球目、真ん中打ちました。高く上がりました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。この石峰、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重、ポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。これはバットが泳ぎます。ノーボール2ストライクです。引っ張った、取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで先手を取りました。2回の表タイガースの攻撃、バッターは八木。さてベイスターズの先発は東、昨シーズンは11勝をマークしました。前回の登板は6イニング投げて自責点4、負けがついています。高めのボール、高く上がった、この当たりはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで10試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえ、これ以上失点しないように進めていきたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の東、この状況にどう対応してくるか。バッターボックスのアリアス、今シーズン得点圏での打率は5割6分5厘となっています。クリーンアップ打ってもおかしくない、すごい数字ですね。ここも打ちました、取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。さあそして打席には木戸入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、まだピンチは出していません。初球打ち、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。センター掴んで2アウト。いい形でアウトが取れましたね。
真ん中打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。2対0になりました。ベイスターズ、これで2点ビハインドとなりました。さあ打席には先発のプロクター入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。真ん中打ちました。切れました。ファールボール、これもファウル。またファウル。打ちました。伊藤が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。2対0、タイガースのリード広がっています。バッターの亀山、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。打った、右中間に大きな打球、これはどうか。右中間破っていきました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえ、これ以上失点しないように進めていきたいですよね。そうですよね。さあそのマウンド上の東、どういったピッチングを見せるのか。痛烈、切りました。ファールボールです。バッターの新庄、今シーズンの得点圏打率は6割に。打った、左中間に強い打球。さあどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。3対0、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。甘い球をね、ミスショットするようなバッターじゃないですからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあこの打席でシーズンホームラン記録の更新はなるのでしょうか。まあ力が入ってしまうでしょうけど、できればリラックスして臨みたいところですね。そうですね。さあ注目の打席が続きます。初球打ち、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ツーランホームラン。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。初球でした。しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。5対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックス石峰。リアニッサン、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打ちました。切れました。ファールボール。大きく外れました。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。打席には5番バッター八木。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも狙っていってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。佐野が掴んで2アウト。バッターボックスは6番アリアス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。初球打ち、ここはフライになっています。取って3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。5対0、タイガースのリード広がっています。回は4回の表に入っています。7番から始まるタイガースの攻撃、木戸バッターボックスに入ります。先ほどの打席は初球打ち、この打球はフライになっています。宮崎が抑えています。ワンアウト。打席には8番バッター糸原。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。東まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターランナーは二塁まで進みました。さあバッターボックスには先発のプロクター入っています。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ボールになります。危ない球です。次が4球目。縦のスライダー、いい高さから落としてきました。さあ追い込みました。このピンチは空振り三振、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って亀山。まあベイスターズとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。低めは外れました。3球目は何で来るか。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5対0、タイガースがリードしています。5回に入ります。タイガースの攻撃、2番バッター新庄、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ベイスターズビハインドで迎える5回です。インコースを厳しく攻めます。体に近いところ引っ張った。これはどうか。サードの左抜けました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。1塁牽制、1塁はセーフ。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。打ちました。ライトが下がっていく、頭上グン入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。点が入りました。リードを広げられています。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。4番を迎える場面で、さあマウンドを任されたのは武藤。今シーズン19試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。初球ストライク、ファウルになります。これが3球目。打ちました。センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。桑原抑えてワンアウト。打順は5番八木。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトになっています。打ちました。ショート取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。いい動きでした。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。バッターは悔しいでしょうね。真ん中打ちました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。横浜スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは木戸。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ベイスターズ2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。木戸ヒットが出ました。ノーアウトランナー1塁です。打順は8番糸原。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げる、引っ張った、これはどうだ。
これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。まずは変化球、真ん中打ちました。これはどう、ショートの横抜けた。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。8対1ベイスターズ、なおも三塁二塁のピンチです。打順は1番に帰ります。バッター亀山。まあベイスターズとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいです。打ちました。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく。スタンドには届きません。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、フェンス直撃のタイムリーヒット。10対1ベイスターズ、なおもピンチです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打。引っ張った、サード取った、一塁送球します。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスには3番バース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐんと突き刺さった。ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。12対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは4番石峰。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球ストライク。さあ2球目は何か、打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには5番八木。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制球、セーフ。一塁牽制、一塁はセーフ。バッターよく見ました。ボール先行です。速いボール、膝元決まってストライク。大きく外れてボールです。フォアボールのランナーを出しました。得点圏にランナーを進めています。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。そうですよね。今の初球甘い球でしたね。引っ張った、サード取った、二塁を送ります。アウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。12対1、タイガースのリード広がっています。西さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや、本当ですね。精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。これはショート、大和取って、ワンアウト。バッターボックスは8番糸原。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや、固め打ちですね。当たってますよ。凄まじい集中力を見せています。まずはワンアウトを取っています。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは今日の先発ピッチャー、フロクター。今日はバットでも貢献しています。打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ。送球する、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って亀山。ベイスターズとしては点差もあって厳しい状況ではありますけど、雑にならないようにしないといけませんね。初球打ち、ヒットになった。ホームに送球する。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー3塁1塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。次が2球目、ボールになります。ボール先行です。さあ3球目は何か、引っ張った、宮崎、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。12対1、タイガース大量リードしています。さあそして
これから8回タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは石田、今シーズン17試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。初球打ち取りました。ワンアウトです。打席には4番バッター石峰。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。ワンアウトランナーありません。これはショート大和掴んで2アウトです。この八木、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打ち上げました。この打球はフライになっています。落下点に入ります。ストレートに詰まって取りました。アウト。この回タイガース3人で攻撃を終えています。12対1、タイガース大量リードしています。ゲームは9回に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスアリアス。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。ベイスターズ厳しい展開でこの最終回を迎えることとなりました。打った、レフトに強い打球、レフト下がっていく下がっていく、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。セカンドボールをこぼした。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。7番バッター木戸。まあベイスターズとしては最後まで気持ちの入ったプレーを見せないといけませんよね。はい。さあジャストミート、ぐんぐん伸びる、入った、ホームラン。木戸今シーズン第23号のツーランホームラン。これがチーム5本目のホームラン。ベイスターズ追加点を許します。14対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。8番バッター糸原、今日はここまで4安打を記録しています。いやここまではできすぎですね。すさまじい集中力を見せています。この試合は先発野手全員安打を達成しています。いや西さん、打線は絶好調ですね。まあこうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。そうですよね。外に決まりました。ワンボールツーストライクです。打ちました。ピッチャーが取る、アウト。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発のプロクター、バッターボックスに入ります。今日はヒットを打たれてますから、気を緩めずしっかり抑えてほしいですね。そうですね。打ちました。切れていきます。ファウル。ツーストライクです。低めはボール。インコース詰まりました。ここはフライになっています。大和が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター亀山、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。この打球はフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。
今日は晴天に恵まれました。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの12回戦です。解説はまずはベイスターズの先発平が横浜スタジアムのマウンドに上がります。相手が赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。2球目は何で来るか。ノーボール2ストライク。ストレート外れました。打ちました。大和、これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー真由美。ヒットでランナーを1塁に、ランナー飛び、ランナー挟まれた、2塁へ、タッチはアウト。これでワンアウト。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。バッターはバース。昨日のゲームで3本のホームランを放っています。しかしホームランばかり固めて打ちましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ツーアウトランナーありません。最近5連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているベイスターズですが、まずはこの不振からどうやって抜け出すかということが課題です。切りました。ファールボールです。ボールカウントは1ボール1ストライクです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターは注目のルーキー石峰。ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。これが2球目。打ちました。ショート取った。1塁へ、1塁アウト、3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターは八木。さてベイスターズの先発は平、今日が8試合目の登板です。初球打ち、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。そうですか。走ってきた。2球目打ちました。レフトの前に落ちました。ヒット。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックスは7番木戸。ベイスターズ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ1打出れば先制という場面。2球目打ちました。ここは打ち上げています。山抑えてワンアウト。さあそしてバッターボックスには和田入っています。さあワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないように。高めのボール打ちました。伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。先制のスリーランホームランです。タイガース、ベイスターズ痛い一発を浴びています。初球でした。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。こういう場面で高めっていうのは、まあ投げてはいけないボールなんですけどね。はい、ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。ホームランが飛び出して先制点を奪われています。次はピッチャーの打順ですが、先発の中村、バッターボックスです。いいバッティングしますから、舐めてかからないようにしたいですね。そうですね。さあ初球は何か。打ちました。平、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って新庄。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。変化球タイミング合いません。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは2番真由美。
先ほどの打席はショートゴロに。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。そうですね。バッターボックスの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割2分5厘となっています。さあ勝負してくるのか。この球は、ああ外れました。低め、これは外れた。あっさりと追い込んでから粘られ、フルカウントとしています。空振り、ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回タイガーススリーランホームランが飛び出しました。小宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということ。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順は4番石峰、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットで初球打ち、レフトが追いかける、ぐんぐん入りました、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。5対0、相手主砲の一振りでした。その際一気に5点と突き放されました。レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。5番バッター八木、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。ボールになります。さてバッターボックスの八木、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。なるほど、そうですか。低めに外れてボール。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは6番アリアス、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました、セカンド取った、アウト、ここは送球が間に合っています。バッターボックス木戸、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。さあ2球目は何か、打ちました、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは8番和田、先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放っています。いや、やられましたね、あのホームランは。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。打ちました、ここはフライになっています。楠本が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。5対0タイガース。先発の中村打席に入ります。まあ、ここはピッチャー相手でも雑になってはいけませんね。そうですね。打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。これがチーム10本目のヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター新庄、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないと。2球目打ちました、これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー2塁1塁。最初は変化球できました、次が2球目、打った、左中間に大きな打球、真ん真ん中左中間破っていきました、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、6対0になりました。ベイスターズなおも3塁2塁のピンチです。3番バッターバース、
今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。小宮山さん今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチング打ちました。外1塁送球アウト、ワンアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。初球は何で来るか。初球ストライク。バッターの石峰、今シーズンの得点圏打率は5割8分となっています。真ん中打ちました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスは5番八木。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。打ちました。痛烈な打球切れました。ファールボール。バットに当たりません。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった。レフトさそのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム3本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。打席には6番バッターアリアス。タイガースこの回7人目のバッターになります。低め、ノーボール2ストライクです。よく見ましたね。打った。おっとこれを掴んだ。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の国吉。さあマウンドを任されたのは国吉。今シーズン14試合目の登板です。切れていきます。ファウル。いやー打ち損じてくれて助かりましたね。そうですね。打ちました。高く上がった。センターバック、センターバックする。フェンス直撃。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。打った。センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてセンター深いところを破っていきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。センターオーバーのタイムリーヒット。11対0ベイスターズ、なおもピンチです。さあ打席には先発の中村入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。ファウルになります。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。11対0タイガースのリード広がっています。5回の表タイガース打順よく1番から始まります。新庄バッターボックスに入ります。今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで、これは三塁側のスタンドに入ります。打ちました。ヒットになった。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを。ファーストランナースタート。キャッチャー2塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライク。インコース落としました。打ちました。抜けていきます。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番バース。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。膝元をつきましたが外れました。
まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライク。しっかり捉えた。伸びていく外野、大きな打球になった。これはセンターの頭上を越えていきました。二塁送球、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。これではバットが出ません。ストライクです。低め見ました。ボールです。次が3球目。3球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックス八木、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思ったより伸びていき、真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。12対1、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。打順は6番アリアス。先ほどの打席は内野安打でした。初球変化球にタイミングが合いませんでした。引っ張った、取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。12対1、タイガースのリード広がっています。バッターは7番木戸。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。いい当たり、これは大きい。伸びていく、どうか。センター深いところを破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。初球空振りです。バッターボックスの和田、今シーズン得点圏での打率は6割ちょうどとなっています。いい当たり、これはどうだ。破りました、センター前。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。13対1、ベイスターズなおもピンチです。さあ、バッターボックスには先発の中村入っています。調子は悪くなさそうですから、続投ということでしょうね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。あっという間に2ストライクです。打ちました。セカンド取った。一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って新庄。今日はここまで4安打を記録しています。いや、キャッチャーも配球に悩むでしょうね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウト、痛烈な打球、スタンドに入った。ツーランホームランが出ました。これで9試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。15対1。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか？まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。初球ストライク。2球目は何で来るか。インローボール。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ、勝負してくるのか。打ちました。これは大きい。伸びていく。ここは打ち上げています。4球目打っていきましたがセンター掴んでツーアウト。バッターボックスバース。先ほどはツーベースを打ってますから、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。ツーアウトになっています。打った、外、抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース3点を追加しています。15対1、タイガースのリード広がっています。これから7回、タイガースのさあ、マウンドに上がったのは三島。今シーズン17試合目の登板です。打ちました。高く上がった。レフトが下がっていく、下がっていく。スタンドも越えていった。ソロホームランが出ました。
した。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。変わって出ての初球、ストライクが欲しいのは分かりますが、バッターもそこを狙ってきますから。はい、バッターは5番八木。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。大きく外れました。ボール先行です。高め空振り、155キロ。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。これはショート、ヤマト抑えてワンアウト。バッターボックスには6番アリアス。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。初球ボール、これが2球目。落ちるボール、空振りになります。三遊間、ヤマト掴んで2アウトになりました。打席には7番バッター木戸。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。2アウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ノーボール2ストライクです。打ちました、いい打球だ。打った瞬間確信した。カップン入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いやー、これは失投でしたね。そうですね。バッターボックス和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、初球打ち伸びていく、打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打席連続のヒット。ツーアウトランナー二塁。打ちました、ヤマト一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあ、そしてゲームは8回に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは新庄。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ベイスターズ厳しい展開で8回を迎えました。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は2番真由美。まず何を投げてくるか。初球はボールになりました。バットは動きません。よく見ています。ボール先行です。打ちました、これは大きい、伸びていく。ここはフライになっています。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターは3番バース。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。高めの変化球から入りました。打ちました、伸びていく。外野大きな打球ですが
2球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスは4番石峰、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく初球打ち、大和掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。これから9回タイガースの攻撃です。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。初球打ち、この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。6番バッターアリアス、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。高め変化球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。切れていきます、ファウル。内に持ってきました。4球目は何で来るか。変化球空振り。打順は7番木戸、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、2アウトランナーありません。初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで5打席連続のヒット。2アウトランナー1塁、打席には8番バッター和田。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。初球打ち、下がっていく、下がっていく、ぐんぐんレフトポール際、判定はファウル。さあ2球目は何か。インコースへの変化球ストライクです。ノーボールツーストライク。あーボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。打球はレフトへ、ここは打ち上げています。中井が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。